はい、こんちゃーす。レトルトと申しまーす。パッツプロ風録実況プレイ、始めていきたいと思いまーす。このつかない町で死人を発見しました。こいつは一体何なんだっていうことですね。返事がない。死んでた、本当に。よーし、息を吹きかける。ふぅ、ゴージャ流やな。何か食べるものをくれ。食べるもの、じゃあこの鼻直…鼻直る S を。薬やぞこれ。あ、腹直った。助かった。助けてもらって悪いが、しばらく一人にしてくれないか。どういうやつやねこれ。攻略対象かな、女性主人公の。えらいガチムチやけど。ということでね、今回はこの塚内町、まあ桜子ちゃんの、場所ですね、に結構ね、お金を使うことによってできるイベントがいっぱいあるんで、それをちょっとね、こなしていきたいと思います。まずはこの、この木下先生がいるところですね。もう相変わらずのこの偉そうっぷり。あ、あなたですか。鉄橋の修理の際にはありがとうございました。事務所の整理が来てるんですが、すぐには使い道がなくて困っています。ほら、賃貸券を買いませんか。一番玉、安い。で、ここでね。あれ？住居として使えへんの？商用目的。まあ、ということでね。なんか、多分他のイベントがあるんでしょう。これゲットですね。で、次。次は、こっちの船ですね。実はここに船があって、ここになかなか、悲しい一家が住んでいると。やめて、やめて、やめて、やめて。やめて、そういうな。あの人は今一体どこへ。あなたもしかしてあの人からお金を預かってきてくれたんですか。多分怪事の牛田さん的な人がお金預かってきました。早速お金を。これでね、100、1000万、10万玉ぐらい渡せばいいのかな。はーい。10万玉ってすごいお金やからね。あの人頑張ってるんですね。今までにかなりの金額を仕送りしてくれているあの人にはとても感謝しています。夫から聞いてらっしゃると思いますが、お金を持って帰ると言って出て行ってからすでに3ヶ月、残していたお金も底をつき、もう食べるものもなくなってきたところです。まあお父さんはおそらく蒸発してしまったんかな。ご主人からですよと言ってお金を渡す。今日は先ほど渡した分だけです。実は僕、ご主人の知り合いじゃないんです。知り合いじゃないんです。なんとそうだったんですか。そうや、足長おじさんレトルトがしっかり払ってあげたお金なんすよ。そうです、僕のお金だったんですよ。あれ？終わり、イベント。経済的に僕が支えますから。支えません。この船を僕に売りませんか。この船をかけて僕とパチンコ勝負をしませんか。パチンコ勝負してみる。今の私たちの全財産なんです。船ってさ、なんかそういう場所代とか言っているんかな。その代わり僕が負けたら2万玉、5万玉、10万玉、20万玉払ってやろう。勝てるよ。子供たちを学校に行かせてやることもできるわ。パチンコのことがよくわかりませんから、私の代わりの人と勝負してください。誰？イヌイとかじゃない？ここやったらイヌイやったら勝てる可能性低い。あ、こいつか。絶対勝てる、絶対勝てるよこいつ。はーい、この画面が終わったら倒してます。弱すぎる。弱すぎる。あ、なんてこと。私たちの船が、あの人に何と言えばいいの。あれ、これレトルト下道パターン。これが船の鍵です。あー、これ住めるんや。へー、すげー。お母さん、私たちこれからどこへ住めばいいの。お母ちゃん、この船なくなっちゃったらお父ちゃんが帰るとこなくなっちゃうよ。お母さん許しておくれ。
そんな目で俺を見るな。そんな目で。こうなったのも慣れ気だ。誰も悪くなんかないよ。お前や悪いの。これさ、レトルトマジ下道パターンやん。何これ。いいっすかこんなんで。超下道じゃないっすか。あー、じゃあ次はどうするか。まだまだね、お金使うところがあるんですよね。じゃあ次は、あいつ、乾に借りてた、まあ、借りてたっていうか、まあ、10万玉が借りてたんじゃないですか。あれを返しましょう。よっ。いいよ。はい、会いましたよ。で、借りてる玉のことなんだけど、10万玉を、払います。借りてるものは返すことはいいことだって。借りたのか、本当にそれ。残り全額受け取ったぜ。海の女神。海のメガニ、メガ、メガニ、メガニ。まあ、レトルトはね、女神様にね、愛されておりますからね、なかなかの戦いを繰り広げたということで有名ですね。それでは、次は、皆さんお待ちかね、早乙女愛ちゃんですね。まずお兄さんに、これ。16万玉融資ですか。はい。16万玉ってお前。貸します。16万ってどんだけ高いか知ってますか？また、このさ、妹に内緒にするってあたりがさ、怪しすぎね。16万玉。計20万、25万玉ぐらい貸してますからね。わあ。これはどうするかやな。もうちょっとさ、広い場所で遊ぼうと思わんの。ここら辺も遊び場にしたらええやん。ダメなんかな。じゃ、早乙女愛ちゃん。こんにちは。おー、レトルトさんですよ。みんな大好きレトルトさん。もちろんいいよ。君のことは愛ちゃんって呼んでいいならいいよ。はーい。わーい。はーい、こんにちはーす。これってさ、次の日かな、また。電話番号まだゲットできてないんだよね。次のイベント、散髪のおじいさんがいたじゃないですか。その人がここにいるらしいですね。こんにちはーす。あ、こいつ、火つけたやつやんけ、お前、これ。なんてやつや。うわ、じいさん、じいさん。うう、お前さんか。相変わらずかっこ悪い髪型をしとるの。髪型なのかな、これ。弁髪やけど。わしがかっこよくしてやりたいのは山々じゃが、そうもいかんようじゃ。いつも聞いておったラジオも壊れてしもうた。ラジオしな、な、聞きながらね、これ生きがいだったって。あー、ラジオ、ラジオもう一度聞きたいもんじゃ。ラジオ持ってたかな。ラジオ持ってるか俺。あ、ラジカセでいいやん。はい。おお、これは戻らぬラジカセ。よかったね。ありがとうよ。次の日かな。じいさんのためにラジオ持ってきてくれてありがとうよ。あ、あ、ふぅー、目怖っ。いや、でも可愛いわ。あーうんあーうんあーうんあーうわー。お、こいつガチムチやん。うう、あんたか。いやー、本当に助かったよ。おいらのこと忘れちまったのかい。鉄道の向こうの河原で倒れてたとこを助けてもらったものだよ。腹痛の薬あげただけよ。グルメ手帳、ありがたい。買いたい。わー、わー、いっぱいある。ほっかむり、エビスもあるやん。
センスいいね。うわ、いいね、これ。後で買おう。こんな感じなんやね。それじゃあ、とりあえずおじいさんのとこ行くか。おじいさん、いね。昨日の今日じゃないっすか。お前さんにはとても感謝していたよ。じいさん、最後にお前さんにこれを渡してくれって言ってたよ。ああ、ラジカセ返してくれたんか。床屋のハサミ。うわ、シザーマン、やったぜ。ハサミ。この床屋のハサミってどういう効力効果なのかな。持ち物かな。よーし。まあ、おじいさんイベント終わりましたけど、おじいさんはきっと本望やったはずですよ。最後までね、髪を切ることができて。それでは、早乙女愛ちゃんのね、電話番号をゲットして、いつものじゃん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 やって、桜子ちゃんに会いに行きましょう。はいはいはい、任しておくれたまえ。このハウスの資金がとうとう底をつきそうなんです。おい、俺、十何万玉もさ、貸したよね、確か。募金箱にお金を入れてくれる人もほとんどいませんし、募金箱なんてあるの。このままでは、このハウスが、子供たちの家が、私と兄を育ててくれたこの家がなくなってしまうんです。俺の16万円玉どこ行ってん？いい方法か。まあ、愛ちゃんが脱ぐっていう、あ、いや、なんでもない。募金箱をお花で飾り付けてはどうだろう。募金箱をロボット風にしてはどうだろう。募金箱を美味しそうにしてはどうだろう。意味がわからん。美味しそうにしたら？よくわからなかったから適当に答えちゃったな。いくらなんでも思いつきで言いすぎかな。いい加減なことを言うやつだと思われたかな。僕の斬新なアイデアが理解できるかな。え？美味しそうにしてみます。愛ちゃんはあんまり頭のいい子じゃないんやろうな。尊敬されました。みんなもレトルトを尊敬するように。こんにちは。このちびっこハウスの歴史について聞きたい。歴史をお願いします。はい、いつ頃できたの？35年ほど前。生まれる前のことなので詳しくは分かりません。兄弟、20年ほど前。ということは愛ちゃんは何歳なの？25歳とかかな。ここに住んでいる子供の数も今よりもっと多かったんですよ。印象に残っている友達。ああ、そういえばここへやってきて2年ほど経った頃、この町の工場の子供が預けられてきたんです。工場の子供。ご両親に不幸があって突然身寄りがいなくなったとかでここへ。姉と弟の兄弟で、それは仲が良かったな。確か姉の方は私と同じ学年だったと思います。リエちゃん、リエちゃんで聞いたことないな。弟はまだ幼くていつも姉と一緒でした。外国のお金持ちに引き取れることになって、弟は行かないでって泣いていましたが、姉は必ず迎えに来るからと言い残して出玉町の人に引き取れてきました。なんか重要な情報っぽいな。慢性的な資金難で運営もままならない状態ですが、頑張って。兄弟。なあ、お前もしかして妹さ、お前返済いつなんねん。お借りしているお金のことですね。そのことなんですが、実は言いたくなければ何も言わないでいいんですよ。お金のことは気にしないですよ。お願いですから返してください。返す気なんかないんだろう。白状しろお前。そんな風に私のことを思っていたんですか。怖い怖い怖い。ある大会社が運営費として資金を提供してくれることになったんですよ。そう言っても、まだまだ安心はできませんが、新たに借りたお金を返すことはできます。あれ？地図。いや、ちょっと待って。運営資金がないって言ってさ、愛ちゃんが確か悩んでたはずやけど、ちょっと、あんたたちちょっとちゃんと会話してる？コミュニケーション取れてないよ、あなたたち。どういうことなの？あ、これか、募金箱。
ちびっこハウスに募金、協力お願いします。あーこれじゃみんな入れへんな。明日になったら美味しそうになってんのかな。はい、この船に引っ越してみました。まあ住めば都って感じですかね。なんかいい感じですよね。あとこれ先ほどもらった世界地図意味あるかは分かりません。あとねこれ先ほどおじいさんにもらったこのハサミなんですけども、あれ、あ違う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 、待ってて、このハサミなんですけども、このハサミを持ってることで、こうやってねなんか自分でね、あのおじいさんのあの切ることができたあの髪を切れることに、気づきました。さすがハサミ、結構重要なアイテムっぽかったですね。じゃあ寝まーす。アイちゃん、募金箱見てもらえました？え、あ募金箱もうできてる、見よう、美味しそうなってんのかな。美味しそうそうか、アイちゃんはあんまり頭のいい子じゃなさそうやないや素直なんやな、素直、入れといたろうやないか。一重百千万十万玉入れますよ、優しさ。これでどうや、まだ見てくれてるか、また次の日、あまだ次の日か、いやでも楽しみやな、これを見て、わーレトルトさんの言った通りお金入ってましたよレトルトさん、マジ尊敬しますみたいなパターンかな。こうやってなんていうか、もう自作自演やな自演オツ、楽しみ、こんちゃーす。はレトルトさん、お金が集まりました。企業にさ支援してもらえるはずじゃ。募金箱の中にお金がたくさん入ってたんです。それはよかったね自衛オツ、わーい、アイちゃん、え、また次の日、めんどこれさ、家に戻ってさ、次の日になるまでさ、一応3分ぐらいかかるわけよ。めんどくせえな、ほんとに。これさ、なんか時間が経つ的なさ、時間が経つとかさ、その、ルーラーができるとかさ、そういったな、なんかがあればな、ルーラと、あの、ドラクエで言う、あの、レミラーマじゃないよな。あの、時を変えられる、昼と夜とか入れ替えられる呪文。あれがあればな、ラナルータとかやったっけ？よーし、もういいやろ、電話番号くれ。え？してますよ。大丈夫だよ、ちゃんと食べてるよ。少し、偏ってるかな？実はいつも腹ペコなんだよ。腹ペコです。そうなんですか？もしレトルトさんさえ良ければ、うちでご飯を食べません？夕方か夜はレトルトさんの分も用意しておくから。わあ、夕方待つぞ、夕方。飯食いに行こう、飯。愛ちゃんが用意するのなんやろな。ちょっと、なんか時間潰すか。カニを釣ったー、おー、ザリガニか、ザリガニ、お腹すいた。いやでもさ、さすがのレトルトさんじゃね、これ。なんというか、パッと釣ったものがハサミがある魚というね。ハサミ大好きレトルトさん、今回ハサミフラグを2個もね、これでちょっとね、ハサミがある魚見てもらいましょう。カニか、ザリガニ、わあちょっと嬉しいわーい。じゃあ夕方なんでね、早乙女愛ちゃんにご飯を作ってもらいましょう。おみんな勢ぞろいやね。待って、あ俺が座る席あるやん、よかったよかった。あ私レトルトさんといるととっても楽しいです。わデートに誘える、そうね、
行きましょう。声かわいい。ねえ、どこへ行きます？そうですね、屋内レジャー施設、屋内レジャー施設行こう。プール行こう、プール。いいわね、行きましょう。ふぅー、よーし、デート後に俺しっかりゲットやね。きたーきたー、おー久しぶりだー、わーい、おー、いいね、純白。せっかくここにいるんだから、相手の体をじっくり見る、当然。そして胸をまず見る。まあ、オッケー、まあ、オッケー、オッケー、オッケー。腰のくびれもゲット、オッケー、オッケー。オッケーっすよ。これでいい、これでいい。そして足も見る、ふぅー、ふぅー。オッケー。苦労したからね。この子には散々見つきましたからね。おっと、顔いいね。さて、ボーイッシュな子だからね。そして、ここにいるんだから、もちろん、あはははやめろよ、おい、髪の毛が濡れるだろ。よし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 、次行くぞ。きたー。ここぐらいがね、彼女にはいいと思うな。いつも多分、おお、多分ね、いつもね、きっとなんていうか、節約したお金、物を食べてるから、しっかりね。相手の話を聞くです。食べ物は嫌いなものはあんまりありませんね。サラダなんかはかなり好き。ほう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 、サラダとな、サラダサラダサラダと、サラダっぽいもの、カッパ巻きしかないけど、じゃカッパ巻き多めにして、高いバッテラでいなり寿司、しめサバ、アナゴ、アナゴ食べたいっしょ。でこれ、はい、俺のおごりや。これさ、この子に限っては相手に払ってもらうってありえへんよな。よかったよかった。どうし、自分の話してみようかな。幼少の頃、は同じ境遇って感じで貧しい家に育って、スポーツは良かったんだけどね。でクラブ活動ばっかしてました。そうだったの。興味ね、興味なさそう、興味なさそう。おすすめの場所、開放感があるところ。おお、開放感のあるところ。別の場所行こう。まあ大変やもんな。お兄さんも心配するからね。誘いますよ。よし、早乙女愛攻略完了。じゃん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 。オッケー、これでレトルト攻略できる女の子はまあまだ実はいますが、とりあえずひとまず今回で攻略は完了となりました。そして桜子ちゃんがさらわれて、戻ってきてから数日実は経ってますが、行きましょう。来たー。あ、ちょうどよかった。はい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 。お父さんが退院できることになったの。あれ、吉明さんのところにさらわれてた話は。それで悪いんだけど、今から迎えに行ってくるから留守番しててくれない？ぐふふふ、この間に押し入れとかタンスに入ってるもの、僕もちょうど留守番がしたいと思ってたんだ。そうなんだ。じゃあお願いね。こんな変態に留守番させて大丈夫ですか？わあ、怪しい。さてと、とりあえず何をするかな。はい、ぼーっとする。畳の上に大の字になる。腕立て伏せをする。自動車の修理をしてみる。みたいな。鏡を見る。タンスの中を拝見。わー、これは変態や。これはレトルトもドン引きするぐらいの変態ですよ。次は何をするかな。さらに奥の家。これはまずいぞ。これめっちゃ見てる。ちょっと上の段に何が入ってるんですか。上の段に、やべ、帰ってきた。わ、おばさん、うわ、やべえ。あら、あなただけ。ノリオが退院してくるって聞いたんだけど、まだみたいだね。ですね。ただいま。あ、帰ってきた。帰ってきた。火事があったって聞いて心配してたな。
声小さ。お父さん、退院したからってまだ無理しちゃダメよ。病み上がりやしね。そうだよ、ノリオ。そうだよ、ノリオ。わかってるよ。さくらとも姉さんも心配しないな。でもお母さんが、このおばさんのとこに行ったって言ってたけどね。すぐに元気になって、どんどん仕事をするぞ。どんどん。そうだね。え、なにこれ、うん、そうだねって。実は退院したはいいが、そういう退院じゃなかった的な。いちいち。ありがとう。留守番してくれて。いや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 。留守番の間、何も変わったことはなかった？え、いや、別に、特に変わったことは。実は。タンスの中を。ごめんください。あ、はーい。うわー、来たー。怒り言動。あなたは？お父さんはいらっしゃいますか？いらっしゃいます。はい。間違い。一人すっげー明るい人がいる。今回はうちの息子が君の娘さんに迷惑をかけて申し訳なかった。いや、いいんだ。よくねえよ。それにしても君にそんな年の息子さんがいたなんて。あ、いや、あれは。ところで、君の娘さんはひょっとして。お父さん、長谷部さんと知り合いなの？うん、この工場で昔一緒に働いていたんだ。へえ。え、そうだったの？じゃあ、長谷部さんもお父さんの師匠の松島さんの下で働いていたんですか？松島といえばさ、リリー松島やんな。ああ、そうだよ。リリー松島って、その松島さんの娘なのか？松島さんは、すごい修理工だったって、お父さんに何度も聞かされてて。桜子、ちょっと寿司でも買ってきてくれ。わ、人払い。え？うん、わかった。桜子に聞かせたくない内容があるんやろ。いいけど、あんたも一緒についていってやってくれないかい？俺も？え？ここで二人の話を聞いていたいな。KY。 そんなこと言わずに頼んだよ。ほら、行った行った。 KYR。 空気の読めないで撮るし、こっちよ。あ、聞くんか。私、松島さんの話を聞きたいの。こっそり聞いちゃいましょう。お主も悪よの。僕も興味があったんだ。うん、そうなの？私も松島さんのことで気になってることがあるの。ね。どうしてお父さんが松島さんの工場を受け継いだのか、二人の話を聞けば何かわかるかもしれない。今頃よく顔を出せたものだね、この恥知らず。姉さん、とにかく話を聞こうじゃないか。息子の名前は吉明。え、吉明って、まさか松島さんの息子さんの。君が引き取っていたのか。松島さんの息子が吉明。リリーさんは？じゃあリエちゃんも君が？リエちゃん。あ、いや、姉の方は僕が行った時にはもう引き取られた後だった。これさ、さっき聞いたさ、ちびっこハウスの話じゃないの？ちびっこハウスの兄弟二人が松島と吉明。なんでも外国の裕福な家庭に引き取られ。リリー松島が外国のに言ってたもんな。リリーさんか。そうか、幸せに暮らしていてくれたらいいな。はあ。吉明を引き取ったからといって罪を償えたとは思っていない。そうだよ、松島さんを自殺に追い込んでおいて。松島さんが自殺。吉明は自分の両親が君のせいで死んだと思い込んでいたようだ。それで桜子。でも桜子をおとなしく返したっていうことは、もしかしてあんたが松島さんにしたことを。どうやら知ってしまったようだ。いつかは打ち明けるつもりだったが。吉明君とそのことで話をしたのかい？いや、あれから姿を見せていない。私のことを憎んでいるだろうが。
今のところはあの時戦った二人のパチプロの行方を追っているようだ。一人はおじいの、この前戦ったら、あの、東かな？てっきり君と桜子のことを知っていたからだと思っていた。もう一人神谷やろな、多分。え？どういうこと？ん？やはりあの子が。ああ。美佐子が君と別れた後に産んだ子供だ。え？吉明、え？あの、長谷部社長と美佐子さんが結婚してて、別れて、その時に、お腹の中には桜子ちゃんがいたと。どうして美佐子はそのことを私に言ってくれなかったんだろう。自分を捨てた男にそんなこと言うわけないじゃないか。言うやろ。あの子はそのことを知っているのか。いや、高校を卒業したら言うつもりだったんだが、いろいろとあって。そうだったのか。桜子という名前は君がつけたのか。ああ、ちょうど今と同じ頃に生まれたんだ。桜子と。ああ、春やからか。工場の前の桜の木はその時に植えたんだ。へえ、そうか。いい名前だな。なんということだね。え、見つかったんじゃないこれ。聞いてたのか。え、バレるやろそれ。桜子、待ちなさい。ああ、おうきゼロやんけ、お前。いいんだ、ああ、姉さん。どうせ、話そうと思ってた。本当のお父さんじゃなかったんやな、ということは。桜子が東大の方へ走り去った後、長谷部さんと谷口のおばさんが工場から出てきた。早急に、足早に、八原町の方へ帰っていった。桜子が立ち去った方をしばらく眺めていたが、勝ち考え込んだ後去っていった。へえ。なあ、桜子ちゃんに関係する話ってほんま重いよな。あ、ラーメン屋がある。あー、東大の方にいるんやったっけ？なるほどな。じゃあリリーさんとか、うわ、でもちびっこハウス今回ね、攻略してよかったな、じゃあ。ふふ、自転車で来たーって思われるかも。いる？あ、いない。あ、いた。よしよしよし。やっぱりここだったのか。黙って横に腰掛ける。よし。ありがとう、そばにいてくれて。当たり前じゃないか。私はもう大丈夫だから、君はもう行って。私はもう少し海を見ていくわ。じゃあまたと言って立ち去る。潮風で風邪をひかないようにと言って立ち去る。君も早く家に帰った方がいいよ。黙って立ち去る。桜子を笑わすために思い切って海へ飛び込む。行けー、行ったー。行ったー。わー、絶対絶命都市3の最後やん。大丈夫？何してるのよ、いきなり。ほんまや。いや、君に笑ってほしくて。わあ、いい話になってる。そんなことのために。そうだよ。もうバカね。ほら、風邪ひくから早く帰るのよ。ありがとう。わあ、好感度が上がる音がもうすっげえ聞こえるな。グン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 って好感度が。今さ、レトルトのことっていうか、この主人公のことをさ、めっちゃ嫌いな子でも、今のはもう大好きレベルにランクアップするほどのさ、あれやろ、キューンってきた、キューンってきた女の子いっぱいいるよ、今の行動に。こういう、しかもさ、辛い時にさ、うわー、今のは相当キューンってね、みんな来てると思いますよ、本当に。わー、マジでキューンと来てるやろ、絶対。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。